佐賀テレビの番組審議会には学識経験者や経営者、主婦など10人の委員が出席しました。委員は8月16日に放送された県高校総体などに代わって開催された SSP カップで情熱を燃やす高校生の姿を追った特別番組について意見を交わしました。委員からは子どもや親、先生たちの目に見えない思いが伝わった、女子高生のスポーツに打ち込む姿や日常の姿が散りばめられていてよかったとの意見が出されました。一方で応援する高校生の姿や競技のルール説明があってもよかったのではとの声も聞かれました。次の審議会は今月29日に予定されています。